いわゆる霊感体質な私のおば、そのおばに赤ちゃんが生まれ、おばあちゃんにあたる、おばの母親も赤ちゃんの誕生を喜び大変、可愛がっていました。当時の赤ちゃんのお気に入りのおもちゃに、中に鈴の入ったぬいぐるみがあり、おばあちゃんが赤ちゃんの上でぬいぐるみを揺らし、チリンチリンと音を鳴らしてよくあやしていたそうです。しかし、幸せな日々は長くは続かず、もともと患っていた病が悪化したおばあちゃんは入院。容体は思わしくなく、いつお別れの時が来てもおかしくない状況になり、一度でも多く孫の顔を見せてあげようと、おばは慣れない子育てに日々奮闘しながらも赤ちゃんを連れてお見舞いに通ったそうです。そんなある日、一人で寝ているはずの赤ちゃんの部屋から、チリンチリンとあのぬいぐるみを揺らす音が、びっくりしたおばが急いで様子を見に行くと、赤ちゃんが今まさに自分の上でぬいぐるみを揺らされているかのように、両手を伸ばし笑い声を上げていて、その様子はおばあちゃんとそのぬいぐるみで遊んでいる時そのものだった、そうです。ところが、不思議なことにぬいぐるみはおもちゃ箱に入ったまま、ご機嫌な赤ちゃんの様子をいぶかしがっていると、ほどなくして病院からは入院中のおばあちゃんの危篤を知らせる電話が、おばは自身の母親が間もなく亡くなることを直感したそうです。よく赤ちゃんは霊が見えると言いますが、この子は大きくなっても見えるんだろうなと、なんて言ったってこのおばの遺伝子を受け継いでいるんだしと、おばからこのエピソードを聞いたとき思いました。私もこのおばとは血縁関係にあるのですが、私にはこの特異な遺伝子は受け継がれていないようなので内心、ほっとしています W。私の知人 M は女性でありながら、ホームレスをしていた時期があります。幸いなことに今は、家も仕事も手に入れて豊かな生活を送っていますが、それでも彼女は、酒が入ると、ホームレス時代にあったことを懐かしがって話してくれることがあります。食べるものも、お金も着るものも横になる場所も何もなくて、苦しかったけれど、あまりに自由だったがゆえに慣れすぎると抜け出せなくなると思ったのだとか、なんとか、それはさておき、私は彼女からこんな不思議な話を聞いたことがあります。それは、彼女がとある大きな公園で、ブルーテント生活をしていた時のことです。M はある夜、仲間たちと公園で酒を酌み交わした後睡眠をとるために、それぞれのテントへと戻りました。仲間といっても大部分は、お年を召した男性で、女性は一人もいなかったそうですけどね。しかしテントに帰った後、妙な胸騒ぎがしたのだそうです。言葉にするなら仲間の一人がこのままだと危ないかもしれない。しかし理由はわからないというような。ところが彼女は昼間の仕事の疲れや酔いもあってそのまま何もせずに眠ってしまいました。ちなみにこれを聞いてなぜホームレスが仕事を?と思われるかもしれませんが、実は少なくないホームレスが仕事をしています。そりゃあお金がなかったら食べ物もお酒も買えませんからね。それに、毛布やブルーシート、虫除けなんかも欠かせない生活用品です。ともあれ、そうして迎えた翌朝、M はショックを受けました。昨日、危ないと薄々感じていた仲間が酒を飲んだまま、お亡くなりになっていたのです。ちなみに仏様は行政に引き取られ、考慮死亡人として処理されました。無論、遺骨を引き取りに来る人間など誰もおらず、彼のテントのあったところにワンカップ酒と野の花を添えることくらいしかできる弔いがありませんでした。そんなことがあってから M は自身の直感を信じるようになりました。それまでは自分は女にしては勘が鈍いなどと思っていたそうですが、自然や人の感情に敏感でないと生きていけない。ホームレス生活がそれを鍛えたのでしょう。今ではむしろ勘が鋭い方だと感じているそうです。特に人の生き死にに関しては気味悪がられるくらいに当たるとか、人はあらゆる環境に適応できると言いますが、
人の能力のポテンシャルというのは本当に不思議なくらいに大きなものです。大学の時の話、卒業も近くなってきていたので、とりあえず単位の水増し目的だけに適当に受講してた講義があって、多分ヨーロッパ史とか、そんなやつ、特に友達で受講しているやつもいなかったので、本当に寝るだけのために教室に行ってた。まあ、それでも出席さえしていれば、単位をくれるようなザルな講師だったから受講したんだけど、そんな感じだから講義内容なんてまともに聞く気がなかった。となるとできるだけ教室の後ろ側で、できれば壁際に行きたかった。壁にもたれると寝やすいからね。数十人規模の受講数だったと思うけど、教室は結構小さくて、特に席に余裕がある感じじゃなかった。考えることはみんな同じなようで、講義開始前になると、後ろの席と壁側の席から、オセロの戦略みたいに次々と埋まっていった。出入り口のドアが、教室の後部にあることも、後ろの席が人気な要因になっていた。俺は、その講義の前のコマは、空きコマだったから、15分前には教室に行って、最後尾の壁際を確保することにしてた。みんなは、前のコマには講義が入っているのか、5分前ぐらいにどっと入ってくる感じなので、15分前だとまだ教室はガラ空き状態、今日の寝床を選び放題だった。そんなことをしていると、何週目だったか、俺と同じようなことをしている女がいることに気がついた。俺と違い、前のコマに講義が入っているのだろうか。いつもうつむき仮面のその女は、講義開始十分前ぐらいに息を切らして早足で入ってくる。そしてちょくちょく埋まりかけている席の中から必ず壁際を選択して座っていた。ある時にはあそこ座ろうよ的な感じで席に向かっているカップルをうつむいたまま無言で押しのけるように滑り込んで無理やりに席を取った時もあった。カップルはあからさまにムッとしてた。俺はそんな彼女を見て、大した情熱だな、そんなに寝たいのか、わかるぞその気持ち、と勝手に親近感を抱いてた。だがある日、俺はその女の目的が寝ることではないことに気がついた。その日、講義中盤にうとうとしながらその女を見ると、女は俺と同じく完全に壁にもたれかかっているにもかかわらず、せかせかと手を動かしてノートを取っていたのだ。側頭部を完全に壁にひっつけている状態で、手だけはせかせかと動いているもんで、少し異様な姿勢になっていた。その日からが前期になってきて、毎回その女の席取りを観察するようになった。すると、彼女には、俺の席取りとは違う基準があることが分かった。1、その女は別に後ろの席でなくともよい。俺はなるべく教室の後ろの席を確保しようとするが、講師から距離を取った方が気持ちよく寝れる。彼女は前後関係に特にこだわりはないようで、たとえ後ろが空いていても、前の方の壁際を選ぶこともあり、時には最前列の壁際を取ることもあった。2、必ず左側の壁際に座る。これはかなり後になって気がついたのだが、彼女は必ず教室左側の壁にもたれて座っていた。例外はなかった。教室に入ってきた段階で、どれだけ右側が空いていようとも、まっすぐ左の壁際に向かっていた。寝もしないのに、なんでそんなに左の壁際にこだわるのか、俺はどんどん興味が湧いてきた。そもそもいつも最後尾にいる俺からは、彼女の顔もろくに見えていない。なんとか覗き込もうとしたが、彼女が通りすがる時に盗み見ようと試みたが、彼女はうつむいているし、それにやたら早足なので、いつも長い前髪しか見えなかった。講義も最終日が近づいた時、最後に一度顔を拝んでやろうと、なんなら左側に座る理由を面と向かって聞いてやろうと思った。名前も学科も知らないし、話したこともない女性だったが、彼女はどう見ても、キャではなかったし、むしろ気弱そうでもあったから、なんか、俺には、変な自信が芽生えていて、適当に話しかけても、
大丈夫だろうみたいな我ながら気持ち悪いテンションになっていた。その日、あえて前方の左の壁の席に座り、彼女を待った。教室後方のドアから入ってきた彼女を確認した。俺は、彼女が背後に来た瞬間に通路に出て、彼女の前に立ちふさがった。うつむいたまま、びっくりと動きを止めた彼女に、あのさ、思ってたんだけど、なんで、いつも左側座るの？ W、みたいな感じで、絡むように声をかけた。彼女は、突然話しかけられて驚いたように顔を上げた。で、後悔した。顔面神経麻痺というのだろうか。彼女の顔の左側はまるで力んでいるように歪んで、おり、極端に左目が細くなって、その反動かのように右目はカッと開いていた。左目が閉じてしまっている影響か、左の口元というか、えくぼができる箇所の皮膚も力んで歪んでおり、少しピクピクと痙攣していた。一目見ただけで理解した。彼女が、いつもうつむき加減で、必ず左の壁際を取る理由が、彼女はただ、歪んだ顔の左側を、みんなに見られたくなかったのだ。俺は、しょうもない好奇心で人の隠したがっていることを、覗き込んだことに思い罪悪感を感じ、そんな自分の証拠に嫌気がさした。とりあえず謝って席に着きたかったが、この場で謝罪するのも正解なのかわからない。絡んだだけ絡んで突っ立って固まっている俺に、彼女が、ぼそりと言った。見えちゃうから、少し時間が経ってから、それが俺の質問に対しての答えだとわかり、あ、そっかと、間の抜けた声を出した。俺は、ごめん。邪魔してと自分の席に戻った。罪悪感と猛烈な後悔に押しつぶされそうになっていた。俺は席に着くなり、机に突っ伏して、狸寝入りを決めた。彼女はしばらく通路で動きを止めていた様子だったが、しばらくして、俺の真後ろの席に座ったのが気配でわかった。壁に、顔の左側を押し付ける鈍い音が聞こえた。講義が始まり、講師の声が聞こえ始める。時間が経てば経つほど、彼女に対して行った非礼への罪悪感が増していった。講義が中盤に入った時、俺はもう一度、もう一言ちゃんと謝っておきたいという気持ちが抑えきれなくなった。俺は、なけなしの勇気を振り絞って顔を上げると、人思いに振り返った。そこで俺は再び戦慄した。彼女の顔には何の歪みもなかった。寮の目をごく自然に開いた。シワ一つない色白の顔が俺を見つめていた。顔の左側を壁に押し付けて、え、顔。思わずそう漏らした。俺を彼女は怪訝そうに見てから、ああとガテンが言ったような表情を見せてからまた小声でつぶやいた。こうしてれば見えないの。彼女は、動きで説明するかのように、両目を開いたまま、よりより強く顔を壁に押し付けた。ちょっとでも隙間があると入ってきちゃうからこうすると、完全に見えなくなるの。俺はまたしばらく固まって、そこでようやく、彼女が恐れていることが、見られることではなく、見てしまうことなんだと気がつき、急いで、前を向いた。講義終わりに席を立った彼女は、また左目を力いっぱいつむり、何かから逃げるように足早に教室を出ていった。その後、その講義がすべて終了してから、卒業までに一度だけ、彼女を見かけた。彼女は、大学の廊下の左端を、壁に肩をこすりつけるようにして、早足で歩いていた。彼女の左側には、いつも何がいるのだろう。それほどまでに見たくないものとは一体何なのだろうと、今でも考えずにはいられない。これは、私が今年になってから経験したことですが、未だに、理由もわからずただただ不思議だと感じている、体験談です。それは出かけた先で何度も、同じ人に会うということ。具体的にどんな内容かというと、初めてその人を見たのは、母と一緒に行った飲食店でした。その人は50代くらいの男性で、特に目立つ容姿ではなく中肉中背の人です。飲食店で初めてその人を見た時は特に目に求めず、ただ、
私たち親子の真横に座っていた人という感じでした。カウンターで母と横に並んだ状態で座っていて、その男性は母の横に一人で座っていました。唯一その人の特徴として、左側の方に大きめのあざがありました。その日は何もなく、母とお店で別れて私は一人で住んでいるマンションへ、母は実家へと帰っていきました。私は母とは仲が良く、今は一人暮らしですが、よく一緒にいろんなところに出かけます。それから一ヶ月後も経たないうちに、また母とランチをしによく行く回転寿司チェーン店に行きました。私たちはボックス席ではなくカウンター席に並んで座ったのですが、母の横に座っていた人に何気なく目を向けると、どこかで見覚えがある人が、その人は少し前に飲み屋で見かけた顔にあざがある男性でした。顔のあざが印象的だったのでパッと見て、あの時の人だと分かりました。2回目に見た時はよく見かける人くらいにしか思わなかったのですが、少しの期間で3ヶ月間くらい5回くらい見かけたので、さすがに気味が悪くなりました。しかもいつもその男性は一人で同じ服装、そしていつも母の横に座る形で私の目に入ってきたのです。その男性とは目が合ったことはありませんが、いつも私が男性の顔にあるあざを見る形で見かけていて、そもそもなぜこんなに何度も他人であるあの男性に偶然会うのかが一番の不思議でした。その男性に会った回数はほんの数ヶ月で10回くらいとなり、これはもしかして自分にしか見えていない霊かもとまで思うようになっていました。未だにあの男性の正体はわからないままですが、見かけたのは数ヶ月間だけで、なぜかその後はぱったりと見なくなりました。